よいしょ。この使い合いがうまいんだ。いや、このキノコおすすめだからさ。カメだ。おっぱ、おっぱ、おっぱ。はい、というわけで、今日から宿泊ですね。できるかな。何度かもうテント泊してるからね、あなた。なんなら今からお風呂行って、休みましょう。休暇村の特徴はね、ホテルがあるってことだからね、最悪ホテルに逃げ込むこともできるかもしれない。うん、秋があったらね、もうテント無理だったら。ほな行こう、行きます。はぁ、すっきり。もう寝る準備です。さて、我が家も準備といたしましょう。虫入らんように素早く、早く。で、本日は、このスポンジのやつ、これを下に敷くと。そしてお布団を敷く。これは寝袋風だけども、チャックを外すことで一枚のね、敷布団のようになるんです。で、掛け布団と、掛け布団ほぼ必要ないだろうな今回。完了。セミダブルぐらいの広さはあるような気が、セミダブルよりちょっと狭めかな、ぐらいあるから多分寝れるんじゃないのかな。結構セミダブルぐらいで、ね、寝てるんですよね、うち今。ベッド体質がね、セミダブルとダブルを2つ並べてるんだけど、よくね、あのセミダブルでみんな固まって寝ることあるから、うん、なぜだかしら寝相の悪さで、多分寝れる。というわけで、寝ますかね。お二人入りました。意外といけそう。ここが数スペースみたいな感じだった。意外といけるな、これ。せいちゃんもできる。もう録画待ってる。 おはようございます。あー、意外に広さ完璧だった。宮城がこれソロ用のやつだって。弟にもう一回聞いてみよう。全然大人二人全然寝れるんだけど、いや子供も一人うにゃうにゃうにゃとね、もう上行ったり下行ったりね、動けるぐらいでございました。痩せてるからかな、うちら夫婦二人。そっか、もうこのもうずっと夜明けっぱでね寝てたんだけど、あ、お、なんかいる、アリさんがいるわ。入ってこれないだろう。さあ、なら朝ごはんにしますか。バイキングです、ここの朝ごはん作りません。楽に楽しくね過ごしていただけるというか、もう実は起きて分かってるよね。もう朝のあのシーン撮ってる時点でさ、風景シーン起きて、バッチバチに起きてますわ。もう次男のとこの子供たちはね、しっかり寝れたんだって。ほんで肝心の次男さんはね、謎の風邪をこじらせ、なんか夜いきなりこじらせてしまって寝ることができなかったとのことでございました。あ、朝日がねビーッとこう来るんだよね、こっちの方に。気持ちいいな、ここ。まあキャンプがね嫌いになっていただけない、楽しかったみたいなのでよかったです。子供たち今から朝ごはんをね食べに行くという。ここの朝ごはん美味しいんすよ。それでもっと好きになってもらって、興味を持っていただけたらなと。ホップステップのホップぐらいいけたかなと今日は。うん、朝ごはん入って片付けなどいろいろやっていきます。えいちゃんさん、おはようございます。おはようございます。いい朝だね。うん、気持ちいい本当に。ここにねちょっと食器を固めて朝きれいにするっていう作戦ですね。うん、
はい、鉄鍋もありがとう。これこそ熱しておいた方がいいかもしれないね、完全に水気をってことで。なるほど。うん、ちょっと熱するよ。エイちゃんも寝れたんですね。寝れた。夜中ちょっと起きたけど、うん、子供起きたでやろ。風も気持ちよかったし最高でした。あら、よかったです。夏ばっかりだね。我が娘もパジャマ姿で楽しそうに歩いてるわ。子供はたくましい。一番順応してたね。うん、ね、うん、謎のマットを持っていく娘オッケーですか。さあ入りましょう。まあ、軽いからいいんだけどね大変。今日の朝食ブッフェ、フレンチトーストがあるよ。わあ、すげえ。行こう行こう。コーンフレーク。エリちゃんすごいね、ここのクオリティ。いや本当に今まで来た中の本当トップレベルに入る。わわ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 。うん、ならね、ここでの娘の豪華定食は何これ。パリンコ。え、ポリポリンコ、うん、こんだけでいいんだ。あなた、エリちゃんが取ってきました。てれーん、もう見栄え良くなった。美味しそうだね。パパピ、うん、美味しそう。シュークリームもあるよ。シュークリームもご飯食べてから。うん、えらい、ご飯食べてからだね。たたたたーん、美味しそう。和と洋の組み合わせや。ポテトに洋和、洋洋和和よ、わわわ。おいしい。入り口のでも、出汁、出汁が気になるやって。お茶漬けとかさ、うどんとか食べれる。母さん、それ、だしね。出汁じゃないわ、だしっていうよ。ガチめに言ってたよね今恥ずかしくなってる、恥ずかしくなってる速度速くなってる、恥ずかしくなって一個勉強になりましたね。出汁とか言って出汁と読みます。でもなんかすごいね、本当に出汁に力入れてる感じで美味しそうだったね。そうです、本当ガチやから取ってくる。これだわ、これ結構ガチ。わーろー、付け合わせ、うどん、うわー、これはいい。焼きご飯もお魚も全部ミックス。うまっ、うん、なんということでしょう。うわー、こんな美味しそうなことに、なんということだ。うん、いい糖分だ。食べた、はあ、最高だわ、ほんと朝ごはん。各地のね、朝ごはんそれぞれ特色がね、あるみたいなんだけども、デジルな、うん、デジルが最高だった。なら今からね、2ファミリー分片付け、レッツゴー。ちなみに N 版めっちゃ下ってる、この寝袋干すのに。あとね、あっちのテントもタープの先っちょにね、あの干せたりするからさ、あれも結構役立ってはいるな。いいねこれ。なえりちゃん、よろしくお願いします。お願いします。終わった。はい、というわけで、あっつ、うまっ。先ほど視聴者さんにね、いただきました。今日ね、土日宿泊ってことで家族連れ多くてね、5分の1ぐらいしてたって感じじゃないのかな。まあ片付けに1時間20分ぐらいかかった感じでございます。やっぱ子供いるとわっちゃわちゃするんだけども、あ、待て、何より朝ごはんは本当にねうまかったから。嗅覚村ね、いろんなところにあるからぜひ皆さんも行ってみてください。案件じゃねえよ、はい。まあ、まだまだファミキャンの、ね、スキルが足りないので、もうちょっとね早く片付けとかね、設営、子供いながら
食べやすいご飯の作り方など研究していこうと思いますので、ぜひなんか皆さんもテクニックあったら教えてください。というわけで本日はこの動画でまたお会いしましょう。バイバイ。